EY パルテノンのストラテジーチームでエンゲージメントマネージャーをしていまして、主に消費財、小売流通セクターを担当しています。フリーダイビングというのは一息で潜れる距離だったり深さっていうのを競う競技です。主に海である海洋種目っていうのと室内であるプール種目っていうふうに分かれて、全部で8種目あります。プール競技の種目で今は4つの日本記録を持っています。全種目を合わせた総合ランキングだと2021年と2022年の2年間において国内ランキングでは1位、世界ランキングだと2年とも11位に今なっています。日本代表として世界選手権にも出場しておりまして、今年はクウェートと韓国で行われる世界選手権への派遣が決まっています。フリーダイビングっていうのは僕マイナスなスポーツって呼ばれることがあって、海の中でこう息を持たせて長く活動するために代謝を落としたりだとか心拍数を下げたり、血圧を下げたり、人間としての防御反応を捨てていく方向への努力も必要になっていきます。本格的にこのフリーダイビングを始めたのは、実はコンサルティングの仕事を始めた後で、ここ3年ぐらいの話です。20代の前半までは自転車競技のロードレースのプロ選手をやっていまして、国内とあとフランスの国外で活動していました。自転車競技選手も22歳の時に引退をしまして、その後で大学に行って公認会計士の資格を取って、それから EY に来て今コンサルティングの仕事をやっています。やっぱりストレスマネジメント、ストレスの高い状態で平常心を保っていくというところは、フリーダイビングで学んだものがこのコンサルティングの仕事に来ているのかなというふうには思います。やっぱり海の中、暗いところだったりだとか、あるいはその海の深いところで苦しくて苦しいんだけど、平常心を保って気を失わずに海に水面に戻ってこなければいけないってことを日々行っているので、そのあたりのストレス管理みたいなところはコンサルティングの仕事にも生きていると思います。フリーダイビングの選手として一本でやっていくことも考えたりはしたんですけれども、やっぱりコンサルティングの仕事というのも楽しくて達成感のあることなので、今は両立してやっていきたいなというふうに思っています。スポーツに限ったことではないんですけれども、何か日常の仕事の別の軸として、社外に何か別の自分の自己実現の方法があるっていうのはすごく素敵なことなんじゃないかなというふうに思います。私の場合はそれがコンサルティングのキャリアと、海に深く潜るっていうキャリアなんですけれども、それは全く別の世界で、もちろん求められるスキルセットも違いますし、マインドも違いますし、日々接するコミュニティの人々も違う、そういった2つの全く違う世界が私の人生の中に2つ同時に存在していて、そのそれぞれで高いレベルを目指せるっていうのはすごく楽しい状態だなっていうふうに思っています。 EY では組織に人を当てはめるんではなくて、あくまで個人のパーパスっていうのが中心にあって、そこから周りの人に広がって、その周りの人を通じてさらにそれが組織全体のパーパスの実現につながっていくということを追求しています。でこのデュアルキャリアモデルは私以外にもいろいろなアスリートの方が所属しています。また EY はいろいろなウェルビーイング推進活動を通して人的価値の向上というものにも力を入れています。でこのデュアルキャリアモデルを通して、社内社外関わらず自分の自己実現だったり社会への価値提供ができるっていうのは、もちろん私にとってもそうですし、私の周りの方々にとってもとてもウェルな状態であるのではないかなというふうに思っています。アスリートとしてはこの前4つ目の日本記録を取ることができまして、国内ではまだいい位置にいられることができているかなというふうに思っています。一方で世界に目を向けると、まだ世界選手権で表彰台に上れるかなっていうと、まだ一歩遠い世界なので、今後はまた努力を続けて世界選手権の表彰台に上れるような選手になっていきたいなというふうに思っています。あとこれは根源的なテーマなんですけれども、コンサルティングの仕事とアスリートの活動っていうのを両立をしっかり続けていきたいなと思っています。コンサルティングの仕事でもしっかり質の高いクライアントサービスを提供しつつ、アスリート活動でも高いレベルの結果を出していく、このデュアルキャリアモデルというのはそれぞれが両立できていて初めて価値のあるモデルかなと思っていますので、そこはどちらも犠牲にすることなく高いレベルを目指していきたいなと思っています。私自身が EY の皆さんと一緒にこのデュアルキャリアの成功ケースを作っていくことで、
個人のパーパスに基づく柔軟な自己実現だったりキャリア形成の方法っていうのをまずは EY 内部に広げて、その後ひいては社会全体に広めていきたいなというふうに思っています。